はい、じゃあね、まみさん行きますよ。3、2、1、ゴーシュ。はい、さい。ユーチューブ。どうも皆さん、こんばんは。レクさんです。まみまみさんです。はい、今日はまみさん、はい、何をご紹介しますか？こちらです。はい、こちらのですね、はい、限定商品ですね、はい、こちらね WBBA 限定ドラゴンストーム WX ですね、はい、はい、これねなんとねあのベイブレードアニメ化15周年記念モデルで、はい、2001年に放送を開始したアニメ、はい、バク転シュートベイブレードに登場した、はい、ドラゴンストームの、はい、ベイブレードバーストバージョンです。はい、はい、おおおお、今回なんとねこれね左回り、はい、あのねロストロンギウスの次にね出た2個目の左回りのやつです。まだ1個しかないからね左回り。そう、これがね2個目になります。じゃあね早速これね開けて、はい、ステッカーの方を貼ってレイヤーとディスクとドライバーの方をご紹介の方をしたいと思いま す。はい、じゃあまずねレイヤーですね、まみさん、はい、こちらがね、ドラグンストームのレイヤーになります。まずかっこいいね。うん、うん、こんなねなんかちょっと透明じゃなくてさ、もう本当に真っ白っていうのは初めて見るね。はい、はい、じゃあ次ねディスクの方を見てみたいと思います。はい、次はこちらですね、ディスクです、ね、こちらのディスクがウィングですね、うん、はい、4つの羽がアッパーフォースですね。左回転時はダウンフォースを生むそうです。はい、でこのね、ディスクはちょっとね軽いやつですね、とっても、はい、軽量ディスクになってます。はい、じゃあ次ドライバーの方見てみましょう。はい、次はこちらですね、ドライバーです。このドライバーはね、ここの方にねゴムがついてるんですよ、この青いところ、これ。はい、ドライバーこちらがエクストリームになります。はい、じゃあね合体したところ見てみましょう。はい、ではねちょっと合体させてみたいと思います。よいしょ、これを、あ、柔らかいね、うん、しかもねめっちゃ軽いこれ。はい、ロストロンギヌスとね多分ね比べてもねめっちゃ軽いですよこれ。これね、多分ね、どうだろう、強いのかな、ちょっと軽すぎてさ、オーバーフィニッシュとかね、よくね、多分ね、おい、あの、なんだろう、押し出しされそう、これは。だね。はい、じゃあね、早速まみさん、これとロストロンギヌスで対決していきましょう。はい、ではね、早速まみさん戦っていきましょう。パパが、ロストロンギヌス、はい、まみさんがドラグンストームの WX ですね、はい、はい、ではね、早速やっていきましょう。はい、じゃあ行きますよ、まみさん、はい、3、2、1、ゴーシュ。さあ、どうだ、お、お、お、あー、まみさんちょっと弱かったんじゃないかな。ゴーシュッと。さあ、どうだ、お、はい、じゃあね、まみさん行きますよ。3、2、1、ゴーシュッと。おー、もしかしてさ、弱い、弱いね、ね、弱いね。パパ、ドラゴンストーム弱かったね。ちょっとね残念でしたね。このねドラゴンストームですね、かっこいいんだけど、かっこいいんだけどちょっと弱かったですね。まあロストロンギヌスがちょっと強すぎたのかな。ロストロンギヌスね、やっぱり、ね、ちょっと重たいですわ。やっぱりここねロストロンギヌスのあのレイヤーの方にやっぱりあのメタルが入ってるので重量があるんですよね。何歳にね、はい、あ、本当だ、こことこっちこっち、あのロストロンギヌスの方が重たいでしょ。ロストロンギヌスが重たいでしょ、はい、なので多分ねこれはね高速回転とかにはいいんだけど、はい、あのヘビーな相手とね、はい、すると、はい、もしかしたら弱いのかもしれないですね。ね、はい、ね、ぜひね皆様もこちらの方を、ね、買ってみて、ね、おすすめの改造などあったら教えてください。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。お願いいたします。本日も最後のご視聴の方ありがとうございました。次回はレクさんTVでお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。こいつはねちょっとね強い改造方法探さないといけないね、マメさん。だね、うん。